セ雲ウンワンダーは、日本の競争馬。2008年の JRA 賞最優秀2歳母場。JRA ブリーズアップセールにて、取引された、JRA 育成馬として、初めて GIQ 競争を優勝した。主な勝ち倉は、2008年の朝日杯、フューチュリティステークス、新潟2歳、ステークス、2010年のエプソムカップ。誕生に至る経営。 生雲区の位置は、西山牧場が所有した品馬で、父は、サンデーサイレンスである。命名には、代表者の西山茂幸が用いる、冠名、生雲を用いられた。美穂トレーニングセンターの栗田博則旧社の下で、競争馬としてデビューしたが8戦未勝利、引退後は、繁殖品馬となった。初年度は、生雲スカイと交配し、 西山牧場にて発合生産。2年目の2003年にはパラダイスクリークが受退し、秋には JS 繁殖品場セールに出品された。セールでは北海道新日高町で競争場生産を行う筒井進む分が他とせることなく60万円で落札した。筒井は一声で落札できた理由としてすごくうるさい馬なのでみんな引いたみたいだ。 良い馬なのにね、と語っている。つつい牧場は、繁殖品場4頭を妻と2人で世話をする小規模な、家族経営牧場であった。つついは、西雲区の一落札の理由を、超一流種母場を種付けすることは、経済的に難しいが、競争成績の振るわない、まま、それらの産区を繁殖にするのは割安及び、超一流種母場を配合されたということは、 母系の血統が良いからとしている。その後、西雲区の市は、筒井牧場で2頭を出産。2005年の後輩相手には、グラスワンダーが選ばれた。筒井は、グラスワンダー教養初年度から、自身の繁殖品場に後輩を実施しており、この度初めて、西雲区の市に後輩を実施した。幼駒時代2006年4月30日、筒井進む分牧場にて、 青毛の馬が誕生。離乳後には、コンサイナーに委託して、搭載セールに出場するも、買い手がつかなかった。翌2007年7月の日高セレクションセールに出場し、日本中央系馬会が税抜き800万円で購入された。JRA 日高育成牧場のスタッフによる育成を経て、子は2008年4月の JRA ブリーズアップセールに出場。 調教狂欄では、一波論を出場メンバー中2番目のタイムで走破したことが評価されていた。馬主の大谷隆夫から任された、立党トレーニングセンター所属の両家正サゾ調教師がその子を、大谷名義で入札。スタート価格は800万円であったが、他との競り合いの末、セール最高価格を更新する税抜き2600万円で、両家が競り落とした。 両家は別のアグネスタキオンサン区と迷っていたが、状況の動きが良かったこちらの子を選択した。母なから、星雲、父なから、ワンダーを抽出して組み合わせた、星雲ワンダーという場名が付された。2歳6月21日、阪神競馬場の新馬戦で、単勝オッズ1.9倍の一番人気でデビュー。当初は、竹豊が騎乗する予定であったが、 部は2番人気の鶴丸ジャパンを選んだため、岩田厚生が起場。逃げる鶴丸ジャパンに半馬身及ばず2着に敗れた。直後に両家は、岩田から、先生、次から戻さないで、ママ、と言われたという。その通り岩田が続投して、7月の未勝利戦で、単勝オッズ1.1倍の一番人気で出走し、6馬審査で、初勝利となった。続いて、 9月7日の新潟2歳ステークスで、重賞初参戦、単勝オッズ2.5倍の一番人気で出走した。スタートで出遅れて最後方となり、直線では、外拉致沿いの大外から前頭かわして、先頭で入戦、後方に一番新半差をつけて、重賞初勝利となった。未勝利から新潟2歳ステークスを制したのは1981年の、 ビクトリア・クラウン以来27年ぶりであり、生産した筒井牧場は、サラブレッド重賞初勝利となった。その後は、デイリー杯2歳ステークスや、東京スポーツ杯2歳ステークスに出走する予定だったが、ひずめた玉炎を発症したために断念。一週間の休養を取り、前哨戦を使わず、年末の競争へ直行することとなった。ラジオ日経杯2歳ステークスと、 アサヒハイフューチュリティステークスの選択肢から12月21日のアサヒハイフューチュリティステークスに出走単勝オッズ5.4倍の2番人気に押された。スタートから中断に位置、直線ではババの最も内側から抜け出した。外から5番人気のフィフスペトルが追い込んできたが、それを頭差しりぞけて先頭で入選し、ジェープニー初勝利となった。 父グラスワンダーが前身である1997年のアサヒハイ3サ歳サステークスを制していることから、史上二組目となるアサヒハイフューチュリティステークス、親御制覇を果たした。また、ブリーズアップセール出身場及び JRA、育成場として、初めて GI 級競争初勝利。前身の抽選場を含めても、2001年の阪神、ジュベナイルフィリーズを制した。 タムロチェリー以来9頭目、また JRA 育成馬、抽選馬のお馬が GI 級競争を勝利するのは初めてであった。さらに、大谷はバッシュ歴43年で初の GI 級勝利、生産したつ井にとっても初の GI 級勝利であった。以降は、放牧に出ず、旧車に泊まり調整された。JRA 商標賞では、 300票中263票を集めて JRA 詳細優秀2歳ボバを受賞した。3から6歳3歳となった2009年は3月8日、サツキ賞のトライアル競争である弥生賞で指導し、発着。続く4月19日のサツキ賞ではこれまで、起乗し続けていた岩田がアンライバルドに起乗するために、降板。 代わりに、内田博之を迎えて臨んだが3着。5月31日の東京優春では、内田がアプレザンレーブを選んだために、福永雄一に乗り換わり臨んだが13着に敗れた。夏休みを経て、9月27日の神戸新聞杯で再主導し、3着。獲得した優先出走権を行使して10月25日の菊花賞に出走し、 優勝馬ーロールスに0.2秒に迫る3着となった。続いて12月27日の有馬記念でコバとの初対決となったが6着となった。コバとなった2010年はマイラーズカップで指導し4着。続いて安田記念に出走登録をしたが除外となり、次なる目標を天皇賞に切り替え、6月13日のエプソムカップに出走した。 スタートから中断につけ、直線では、外から追い出し、先に抜け出していた、シルポート、キャプテンベガと並んで入選。それらに花ささい先着を果たし、重勝3勝目、1年7ヶ月ぶりの勝利を挙げた。それから宝塚記念に出走するも、ブービー賞16着。秋は、カシオペアステークスから指導する予定であったが、 右前朝屈検炎を発症して、出走取り消し、長期離脱となった。競争場総合研究所常磐支所にて療養した。6歳となった2012年に、復帰のめどが立ち、入級したが、同じ箇所の屈検炎の再発が判明。戦線に復帰することなく、競争場引退が決定した。2012年10月7日。 日本中央系馬会の競争馬登録を抹消。引退後は JRA 日高育成牧場にて去勢され、乗馬となった。また、馬術の障害飛び越し競技にも参加している。以下の内容は、netkeiba.com よびアビスサーチの情報に基づく。母系は、フロリースカツプ系。五代母サンマリノは、ガーネットの、全妹。騎手である。 三谷ハ隼人の父、生産者に代わって、競りに至るまで業務を行う職業。1976年、マルゼンスキーから1982年、西のスキー、1987年、桜千代の王以来。ロジユニバース、31票、数に、6票。ありがとうございます。